1月7日木曜日、ただいま22時9分。それでは本日のポンド円のトレードポイントを見ていきます。皆さんこんばんは、たかしです。まずは日足から見ていきます。現在日足、本日は大きめの陽線が出てきておりますね。そして前回のここの高値に今迫る勢いで上がってきております。日足のこの波を見てますと、ずっと安値を切り上げて高値もじわじわと切り上げてきておりますので、このままブレイクするのかなっていう風に見えます。GMMA は今下から支えられるようにずっと上がってきてまして、そこへここで一旦タッチしてるんですが、今はもうだいぶ上昇の勢いが強いのか、この赤い方の帯で反応して上がってきております。次は4時間足です。日足のストキャスティクス、マックディは方向感がない感じだったんですが、4時間足に関しては現在は高値圏に来ております。ただ高値圏で上がったり下がったりしておりますので、下がろうと思っても上昇圧力が強くて、またさらに上に押し上げられてる感じですよね。で、今上は1回2回で、下も1回2回とタッチしておりまして、今上昇してきておりますので、これがもう一度ここにタッチするようであると、もしかしたらこのまま抜けていくのかという感じにも見えます。そしてエリオット波動、このオレンジなんですが、もしかしたらここ全体が4波なのかなっていう気もしてきました。ですので1波、2波、3波、4波からの5波、そうなりますとここですね、142円ぐらいまでをターゲットとして次上がってくるのかなっていうような感じもします。ただストキャスが結構上の方にありますので、ちょっとここからまだどんどん上がっていくのかっていうと少し懐疑的かなと思いますが、今日の勢いを見てますとこのまま上がりそうかなっていうふうに見えます。では1時間足です。1時間足もストキャスティクスは高値圏にありますので、一旦下落してきてほしいところですね。一旦下落してきたら、そこまた安値付近でゴールデンクロスしたところでのロングで乗っていけるのかなと思いますが、今私はここの波にエリオット波動をイメージしてまして、ここから1波2波3波4波の5波なのかなっていうふうに思ってたんですね。もしかしたらここ N 波として上がってるのかもしれませんが、そうするとこのチャンネル上限ぐらいまで来るのかなとは思ってるんですけど、一応ここにエリオット波動を書いた場合、私はこの辺で終わりなのかなっていうふうにイメージしております。ですので今ここがちょうどもう頂点になって、ここから一旦の下落になるのかなと。まあ下落してきたところで、またどこかで再度反発してこの高値を目指してくるのか、それとも下落していくのか。ですので今はこの N 波で下落していくのか、それともこの N 波でチャンネル上限を目指してくるのかっていうところかなって思ってます。で、1時間足、4時間足ともにストキャスティクスは高値圏にありますので、次狙っていくのはチャンネル上限での下落、もしくはここからの下落を狙っていけるといいのかなと思ってますが、ずっと安値切り上げてきておりますので、また落ちてきてもどこかでまた反発してチャンネル上限を目指してくるのかもしれません。15分足です。今ここエリオット波動、先ほどのがこれですね、5波で、私はこの辺が終わりかなと思って見てたんですが、ちょっと今超えてきてますが、ちょうどここ 78.6%、 これが今1時間足に戻しましたが、この下落に対するフィボナッチリトレースメントの 78.6% ですね。で、今ここまで戻ってきておりますので、もしかしたらもう全戻しになる可能性も高いなと思っておりますが、私はここで一旦エリオット波動終わりかなと思ってますので、一旦の下落が来るのかなというふうには見ております。もう一度15分足に戻しました。ただこのエリオット波動あまり綺麗じゃないので、もしかしたらこのまま上抜けてずっと先ほどのチャンネル上限ぐらいまで行くのかなっていう感じもします。ただ15分足もストキャスティクスは高値圏になりますので、ここからロングする場合は一旦の下落を待って、押し目を待ってからのロングを取っていけるといいかなって思ってます。では本日のエントリーポイントなんですが、現在はやはりこの黄色のチャンネル内で動いておりますので、チャンネル上限に来たところではショートなのかなというところですね。ただこの勢いですと今日中にこのチャンネル上限には来そうですし、もしかしてここ上抜けしてくれば、このチャンネル上限のラインですね、ここを抜けて、またここで次サポートされたのを確認してから、次ここでの押し目買いをしていけるといいかなと思ってます。ですので本日チャンネル上限に来たところでは、
上げ止まるのを待ってからのショート、もしくは抜けてくれば次はサポートされるのを確認してからのロングで攻めていけるといいのかなと思ってます。で、私は先ほど言いましたが、この辺からもうそろそろ一旦の下落するのかなと思ってまして、下落してきたら次ここからここに引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2%や 50% ぐらいのところで反発を狙っていけてもいいかなと思ってます。現在は今1時間足ですが、ストキャスティクスは高値圏にありますので、今からのロングはちょっとおすすめできないですね。もうあと値幅も少ないので、ここからロングというよりは落ちてきたところを拾っていってあげる、もしくは上がってきたところでまたショートしていくのがいいと思います。では今日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。